ださいということで、じゃあまあまあ前からやってる体重測定なんかもまあ飼育の一環だということで、それでじゃあお願いします。はい、マレグマね、無理なんです。で、もっと大きなね、コクグマだとかライオンとかなんかも、動物園で飼育する上では、まあ、正確な体重が分かっている方が、健康管理は非常にやりやすいわけです。ですから、まあ、それ自分よりも体の大きな動物とか、猛獣と呼ばれる生き物を、まあ、トレーニングをすることで、調整するわけではなく、体重計に連動しているように、そういった重要な筋肉で、これを使いますので、少し回
はい、マーサー。帰るのよ。はい、というわけでですね、今日のマーサの体重54キロということで、ね、前回もまあそれぐらいで、その前まではね、60ちょいあったんですけど、餌は減量したわけでもないので、急にちょっと10キロ近く体重が減ったんで、あれってなったんですけども、まあ、食欲はですね、で、今日もまたそれぐらいということで、少しばらくはそれぐらいの体重で落ち着くのかなと、まあ一応注意は。そうだね。で、まあ、こういうトレーニングをすることで、部屋の中で、採血なんかもできるんですけど、アレグマの毛の血管非常に細くて、血管にうまく当たらないと血は取れないんですけども、まあ、一応採血なんかもさせてくれますのでね、同時にそういった、血液の、まあ、数値なんかからも病気になってもらいます。体重測定自体はね、大体月に1回程度でやっていますので、ちょっと継続してやることで、この子が異常がないかとかですね、まあ、早期的に見ると。この後、今言ったね、体重が分かって、親と隠してから、またマーサちゃんの登場になります。Thank you.